人生を変えるのはね、一番早いの何か分かります？はい、自分の人生変えるのね、そこで顔を変えるって言うと思ったでしょ。まあそれもあるんですけどね、一番ね変えるのはね、人付き合いですね。人のつながり、要はどんな人と出会うかとか、どんな人の周りにいてるかっていうのがまず一つ。それから自分の環境ですね、場所を変えるね。自分の住んでる場所もそうですけど、環境を変える。それからもう一つ大事なことがあります。言葉を変えるということがありますね。言葉、言葉ということは要は思考ですね。自分の脳の中で今日はちょっとこうなんかトラブったことがあったとき、これ最悪やとかっていうね、言う人たまに出ますけど、この最悪やっていう言葉を発することによって最悪なことをどんどんまた引き寄せてしまうというね、要はもう思考の連続がそういうふうな現象を形作っているというね、まあ量子力学的に言うと、最近そういうことが少し科学的にも証明されつつあるということでね、信じる信じないもあれですけども、もうそれを知れば知るほど面白い、そんな、今日は内容も少し入れてね、なぜあなたの顔がこう変わったのか、なぜあなたの顔もそうだけど人は顔が変わっていくのかそして自分の思う通りに顔が変わっている人もいれば、自分が気づかないまま周りから気づかされる、そんな時もありますよね。まあそんなことで今日はちょっと顔についてお話をしたいと思います。で、僕今日はここで何を言いたいかというと、いろんなお客様見てきて、しおりさんもわかると思う。しおりさんも顔変わったよね。そうですね。顔変わったよね。で、多分僕の本講座を受けていただいている方わかるんやけど、内面と顔とこう、数珠つなぎになってるから、要は顔を変えてしもったら、本当に思考とか、自分の心とか、全部変わっていくっていうのをね、体験しましたよね、しおりさんね。そこを今日はちょっとお話したいんですよ。で、いろんなお客様をずっと見てきたときに、まず名前というのもあります。で、ちょっと幼少時代戻っていただくと分かると思うんですけど、クラスの中で、なんか可愛らしい、キュートなイメージの名前で呼ばれてる子って、ちょっといません？例えば、めぐみちゃんとか、あやちゃんとか、あいちゃんとか。その名前の響きだけでなんとなく合ってないのに、その顔はなんかキュートで可愛いみたいな、太陽のなんか朗らかさがあるとか、そんなイメージしませんかね、しますよね。で、逆にですよ、レイコさんとかリオとかトモコさんとか、ちょっとなんか大人っぽいイメージないですかね。こういうふうにしてある程度名前の響きによっても、要は顔が変わっていくんですよ。だから幼少時代に可愛らしくしないとダメだというふうな生活をずっとしている人は、こう可愛らしい顔を作るわけですよ。知らん間に。ね、愛嬌よくキュートで、なんか柔らかい顔を作ってきてずっと行くわけですね。で、本人はそれで幼少時代ずっと来てるから、それが当たり前になってるんだけども、大人になってくると、この逆にその自分の姿が、なんか、優柔不断っぽく、なんか頼りなさそうに見えられて嫌になってくるんですよ、あるしね。で、急にね、自分のその顔をクールにしたいとか、なんかこうシャキッとしたいとかっていう願望が出たりするわけですね。で、顔がコロッと変わってくる時もあります。で、逆にそのまま行ってキュートでずっと来てる人もいてるんだけども、それを変えられない時、どういうことが起こるかというと、嫉妬が起こるんですね。そういうクールとかしっかりしたとか、そういう人の顔がいいなってなるんですよ。でも自分でそれ作れないから、そこにちょっとストレスがあったりとか、要はその顔を一つ見てもそこにコンプレックスを感じてしまうことが出てくるんですね。私の場合はですね、メイク自体がどんなのが自分を、どういうメイクが自分をどう表現してるかなんて考えることはなかったですし、仕事柄なんて言うんですかね、メイク自体にその人から見られることを意識したりとかっていうようなメイクの仕方っていうのはしてなかったんですよね。ですから、もうメイクは本当になんとなく雑誌に載ってるこんな感じとか、自分が違和感がないかなとか、
いうぐらいな、そんな程度でしかメイクを考えてなかったですよね。ところがこの本講座を習って、なんだこれはという自分の顔がいくつもできて、まずは自分を緩める、自分を癒してあげるメイクね、手タイプね、手の、まあ、あの初めての方は分からないけど、まあ、要は触覚型っていうねメイクのやり方があります。手タイプメイクね。で今度自分を華やかに見せる名タイプメイクってやりますね。だから地味な生活をしてた人はこの華やかなメイク、名タイプを知らすと、すごくこう急にね、なんか自分が今までステージなんか登ったことないのに、急にミセスオブザイヤーコンテストなんか出たりね、そういうふうなこう勇気が出てきたり、行動力がねアップしたりしますよね。それと今まで頼りないなと思われた、そんなようなメイクをしてる人は、しおりさんが一番好きな凛としたメイクね、耳タイプメイク、このメイクができるようになって、急に仕事が効率よくできるようになったりとか、堂々とできるようになったりとか、患者さんに対してもちゃんと意見が言えるようになったりとかっていう、そういう経験されましたよね。そうですね、で一般の方はそういうことがなかなか顔を変えるってことはできないんで、だから一番僕は常にこれ思ってるのは、人生変えるなら人付き合いを変える、環境を変える、で言葉を変える、もっと言えば顔を変えるってことなんですよ。で言葉を変えるって言ったってさ、思考なんかすぐに、今までずっと不安症やった人が急に不安がなくなって元気になりますって、できへんでしょ、要は言葉を変えるって言ったらね、ポジティブな言葉に変えなさいとか、ネガティブな言葉やめなさいっていうのは本ではいっぱいありますよね。で分かってるんだけど、人間って分かってて、なかなかそれが切り替えられない。だから僕は脳を取っ替えたらいいっていう話をよく言うよね。脳を取っ替える、ポジティブな脳に取っ替えるってことは、顔を変えるってことなんですよ、その顔を変えれるようにすれば、めちゃくちゃこの一気にね、なんかこう今までの自分の人生がこう展開がすごく、好転していくっていうね、そういう、たくさんの方々を見てきたということでね、まあ、今日はお話しております。量子力学の話をすると、しおりさんも量子力学好きやんね。はい、僕最近ね、ほんまに思ってる、ほんま思うことあるんですよ。もうね、会いたいと思ったらほんま会うんですよ、その人に。でね、これね、エネルギーですわ。本当に量子力学ってもう一番素粒子ってね、あって一番こう単位がずっとちっちゃくて、で、光の単位っていうのもあって、で、光っていうのは、の単位って何かっていうと、自分のこの思った気持ち、思いね、気って言いますね、よく気。この気というものが、その量子力学的に、もう本当に素粒子よりもっとちっちゃい光の光子ってあるんです。それに、なんていうかな、思いがぐわっと入っていくと回転するんですよ。まあ、要は波動って言いますよね、よくね。で、ちょっと例えば悪いですけど、こう、風がぐわっと回ってきて、すごい回転でバーって、回転で回ってきたら、竜巻ですよ。竜巻、はい。わーってね、あの力ってすごいね、車とか持ち上がって何とかしますやん。で、その竜巻っていうのは、ある種のその波動の回転数なんですよ。で、その回転数が速ければ速いほど強烈なエネルギーになるんですよね。で、これが、あの竜巻っていうのは、マイナスのイメージが強いから、ああいう被害になります。だから、ああいうエネルギーで、俺はダメだ、私はダメだ、私の人生ついてない、最悪、最悪、最悪って言ってたら、その念がものすごい回転数になって、マイナスのエネルギーがあって、その自分の体を痛めつけて病気になったり、いろんな事故を巻き込んだりするっていうふうに言われてるんですよね。で、逆にね、それをいい意味で回転をさせていって、ものすごいエネルギーで、私は愛を与える、愛を与える、愛を与えるって言って、人々のために愛を与える、そして自分は最高に幸せとかいうプラスのエネルギーをぐーっと持っていると、そのエネルギーのプラスに巻き込まれて、いいものばっかり寄せてくるわけですよ。信じるとどんどん力が増しますということでね、本当にその通りだと思います。力は増しますよ。本当にまあ、お金もそうですしね、いろんなものを引き寄せたりする、引き寄せっていうよりか、まあ、それもそうで、要は形を作るっていうのは、思考が現実化するっていうのもよく言うし、まあ、いろんな言い方をしてますけど、結局そうですよね。でも思いっきりやっぱり信じ切るということが大事ですね。ほとんですね。ほとんです。結局この今の言うその思考ということで考えていくと、まあ、いつも僕これね話しますけども、まあ、表に現れてる現象面
例えばこれ顔ということもそうだけど、上に現れる顔の形とか印象というのも、すべてこの根っこの見えない部分ね、この生い立ちとか環境、性格、この脳タイプ、このいろんな見えない部分、潜在意識的なところの部分が上にニョコニョコニョコっとこう顔を出していく。これがまあ現象化であったり、まあ、顔がこう変わるっていうね、まあ、本当に目に見える形になって現れると思ってます。だからこの方の顔すごく素敵やなとか、この方のオーラすごい素敵やなって思うのは、この舌ですね。舌が素敵っていうことですよ。要はもう下が素敵でないのに上に素敵っていうのが現れないというね、まあ、翔さん分かりやすいよねこれね、うん、そういう部分で僕のこの講座とか、まあ、メイクレッスンとかは全てこの下の部分を顕在化させるためのいろいろと時間をとって、うん、やっております。まあ、その中の一つに脳タイプっていうのが結構ありますよと。この脳タイプはもう本当に自分が知らず知らずのうちに、まあ、潜在意識的になんか行動をとってしまってるという、そこを、まあ、気づかないと、まあ、修正できないということなんで、まず自分の脳タイプを知って、それからたくさんある脳タイプの方々の特徴をしっかりと理解するというのが大事になるかなと思います。自分の人生とこう照らし合わせながら、あ、実はこういうふうに思ってきたらやっぱこうなってきたなとか、もう実際本当にそうなっていってるんで、めちゃくちゃこれ、まあ、ここでは言えませんけど、めっちゃ最強なんです。最強運のこといっぱいあったんですよ、うん、本当にま、もうほんまにね、死にかけること何回もあったんですよ、うん、それがねセーフやったっていうこととかね、うんうん、で、まあ、まあこういう事業をやってますからね、会社経営やってるとどうしても会社もねこうやっぱり良かったり悪かったりします。何回もそういう助けられたことがあったりとかね、何のこの強運の持ち主はと思う時いっぱいありました、うん、まあ、それをね、強運や強運やって言ってると本当にまた強運になってきてね、もういろんな部分でそれがね、さっき言ったエネルギーですよね、エネルギーの集合体がどん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 良くなっていくってことなんでね、うん、まあ皆さん良かったですね、このメイクアップで笑顔を増やそうのこのグループ、朝9時半からやってますけど、ここにねひょこっとね、来ていただけるだけでもね、運気は必ず上がりますから、うん、はい、運気を下げるためにやってるこのライブ配信ではございませんのでね、ぜひぜひまたこれからね見てくれたらと思いますよ、はい、先生が言われてる、ことっていうのはもう本当にうなずくことばっかりで、まあ、私の中で、何も知らなかった時から考えると、やっぱりその根っこの部分っていうのをこう見つめ直すっていう作業がこの、まあ、本講座をやったことで、本当に根っこの部分っていうのを見つめ直すってことをやりましたね。まあそれはでもとてもきつい作業ではありましたよね自分をこう振り返ってみるっていうこととか、だけどそれをやらないことには自分に今出てきてるもの、まあ顕在的なものっていうのがどういうことなのかとか、潜在意識っていうのがどうだったのかっていうことを、もう本当にそこをこう見つめ直さないと前に進めなかったっていうのを今思い出しましたね。だからなんか考えてみるとですね、まあ細胞で一つ一つの細胞で体ってできてますよね。でそれって細胞一つ一つにこう遺伝子があるわけなんですけど、もう遺伝子レベルで刻まれている記憶だとか、親からもらった遺伝子だとか、そういうのに全部こういろんなことがこう記憶されてるわけなんですよね。だから自分では気がついてないこととか、自分ではどうしようもなかったこととかって変えられないって思ってたんですけど、変えられるんですよね実はね、そこに気がつけば。だから先生が言われるように、いや実は運が良かったんですよとか、もう危機一髪のところでこうありえないようなことが起きたとか、それってやっぱり自分の中でこう遺伝子にこう刻まれてることって、気がついていなかったこととかでも自分が気がついてこうしていこうっていうふうに意識をすると変えていけれるっていうのが、まあ、私はメイクの力を借りてそれはもう体感できたし、やっぱそういうのを皆さんにやっぱり
知っていただきたいっていう、もう気持ちがいっぱいありますよね。なんか今日お話を聞いてて、あの自分の意識でどんどん変えられるんだっていうのが、皆さんに知っていただきたいなって、この話を聞いている人が、あのたまたま聞いた人がいたとしても、もうそこをきっかけにどんどん変わっていけるんだよってお伝えしていきたいなってすごく思いました。更年期障害とかね、なんかいろんなあの病名が今世の中にありますよね。いろんなものがありますよね。で、なんとか、そんなん普通やんって昔やったら思ったこともあんま言わんとくけど、まあ、いろいろあるわけですよね。あのそれって病名にしてしまう時代が逆にそっち側にこう病気にさせていくと思ってまうんですよ。なんか、まあ、例えば汗出る時があるとか、まあ、ホルモンバランスで更年期障害確かに大変なのは分かるんですけど、でもあの、まあ、あの僕はその女性バージョンではなくて男性バージョンなんで、まあね、あのいろいろありましたよ。その時もありましたけど、でも逆にその40ぐらいからホルモンバランスが変わる時期っていうのは、ある種自分の人生をもう生まれ変わらせる時期やっていう、いい意味で、ね、言うと、まあ、例えば体力が落ちてくるとか、いろんなホルモンが変わって、まあ、肌質も変わるとか、そうすぎ、その時に初めて、よし、今度はまた違う方法で自分を何とかしようとかっていうふうにして、こうプラスにね、変えていく時期、これを大人思春期って僕言ってますよね、音張るって言ってね。この音張るっていうのに、やっぱり皆さん気づいてもらう時期なんですよ。40、50、60あたりはね。そこにちょうどたまたま僕がこういう時代で生きて、この険しい、平成の険しいとか言いながらずっと活動してきて、今ここのつながりをしっかり大事にして、まあ、女性の元気、日本女性の元気っていうのはこの日本国を、もしくは世界を元気にするっていう、それぐらいね、大きな力がある。本当に貴重な日本女性の方々をやっぱり元気にするっていうのはもう使命かなと思ってね。ということで、また来週お会いしましょう。ありがとうございました。